どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、 OL さん向けの時間がない方でも好印象なスタイリング方法をご紹介します。朝のスタイリングって大変ですよね。時間がなくてね、ちょっと髪の毛適当にやっちゃったりとか、なんかもうワンパターンで少しマンネリ化しちゃったりとか、ちょっとツヤが出ないなっていう風にね、毎日思ったりしませんか？今日はそれを解消する、しかも時短でできる方法をお教えします。今日ご紹介する長さはミディアムぐらいなんですけれども、ロングの方でも使える方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。では早速やっていきます。今日使うのがアイビルの固定の 25mm でやっていきます。で、長さ自体はね、まあミディアムぐらい、まあ鎖骨下ぐらいから肩ぐらいの長さの方向けでやっていきます。まず最初に櫛で全体溶かしていきます。で、このスライス取る幅なんですけれども、だいたい幅が3センチ幅ぐらい、まあ3、4センチ幅ぐらいで取っていただいて、この手束を巻いていきます。巻くところなんですけど、だいたいもう毛先、まあ、だいたい5、6センチぐらい幅ですかね、ここを巻くような感じでやっていきます。一番最初は外巻き、外羽みたいな感じですね。1回転ワンカールだけ入れて、このぐらいのカールでカールをつけていきます。で、巻いたら崩さずにそのままの状態でキープするようにしてください。ここでね、崩してしまうと結構ね、パサつきの原因にもなったりしますので、そのままで置いておいてください。で、次にね、後ろのブロックも同じ毛束でしっかりと櫛で溶かしてから、次は内巻きのね、レバーの方を上に向けて、内巻きに1回転だけ入れます。こんな感じですね。どんどんね、後ろの方にも向かっていきます。同じ毛束で取って、この耳後ろぐらいまでは多分そのまま巻けるかなと思うんですけど、この前に、後ろの部分はちょっと少し前に持ってきた方がやりやすいかなと思いますので、ちょっと後でまた解説していきます。で、耳後ろの部分に関しても、こちらも外羽みたいな感じですね。レバーを下に向けて、外に回転、こんな感じで。で、後ろの部分ね、ここは本当にご自分でも見れないかなと思うので、この部分に関しては、まあ、しっかりと溶かして、巻く時もね、あまりこう浮かすのではなくて、なるべくね、ちょっとこう、毛束を少し下気味、浮かさないで巻くのがポイントです。ちょっとだけね、前に持ってきて、内巻きに入れていきます。で、また後ろの部分も同様に少し前に持ってきて、外に1回転だけさせる。こんな感じで、外、内、外、内、外みたいな感じで巻いていきます。じゃあ反対側も同様にやっていきます。こんな感じでね、交互に巻き終わりました。まだ崩してない状態です。ここでスタイリング剤をつけていきます。で、この状態でね、結構片付いてる髪の毛もあるかと思いますので、オイルね、今日は N.のポリッシュオイルを使っていきます。しっかりとね、手で伸ばしてから、カールをね、少し崩すような感じでつけていきます。結構ね、やっぱり乾燥だったりとかね、あの髪の毛ちょっと綺麗に見えないですし、バランスもね、悪くなってしまうので、なるべく潤わせるようにしっかりとスタイリング剤はつけてください。ある程度ね、オイルがついたら、次にね、カールの毛束感を出すようにね、少しつまみながら形を整えていきます。で、この辺は外羽に巻いたので、外羽を綺麗に出せる。で、次は内巻きに入れたら、内巻きを出すような感じで、ちょっとずつね、毛束をつまんで
にやってあげると立体感が出ておしゃれ感が出ます。こんな感じでね、毛束感が出たら完成です。はい、こんな感じでね、やってみました。毛先をね、ただワンカールにするだけで、こんな感じでね、やっぱこなれ感が出ます。ただ、やっぱりね、取るスライス幅。あんまりね、太すぎたりとかすると、ツヤが出なかったりとかもするので、なるべく3、4センチ幅を取って、毛先を巻く。で、外、内、外、内の交互でやっていくだけで、ここまでね、綺麗な仕上がりになりますので、ぜひやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような、動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。